自立活動は、障害がある児童及び生徒が自立を目指して、教育的な活動を行う指導領域である。特別支援教育を行う特別支援学校と、それ以外の学校に設けられている特別支援学級及び通級指導教室等で、教育課程上重要な位置を占める特別の指導領域である。第7章自立活動、文部科学省、 2013年8月7日閲覧。自立活動は特別支援学校学習指導要領に示されている指導領域である。幼児児童生徒の障害に由来する手術の困難を改善、克服すること、すなわち社会によりよく適応していくための資質を伸ばす指導の必要性を重視して、各教科、道徳、特別活動とは別に、 特別の指導領域として設けられたものである。自立活動の指導は、自立活動の時間を設けて指導する場合はもちろん、各教科、領域の指導を通しても、適切に行われる必要がある。このため、特別支援学校学習指導要領の総速において、教育課程編成の一般方針の一つに、自立活動の指導を、学校の教育課程全般を通じて、 適切に行うものとし、特に自立活動の時間における指導は、各教科と密接な関連を保ち、個々の幼児児童生徒の障害の状態や発達段階等を適切に把握して、適切な指導計画のもとに行うよう配慮しなければならない。と定められている。障害に由来する困難とは、自立して生活することや、社会的に自立して活動することに、 様々な制約を受けることである。幼児児童生徒であれば、親子の関係を築くこと、友達と遊ぶこと、年齢相応に自立して生活できること、学習活動に参加して学ぶことなどに困難が生じる場合が少なくない。実際上は、環境を調整したり、人的な支援を講じるなどの、教育的あるいは福祉的なサポートによって、問題解決が図られる。 しかし、自立して生活したり、社会に適応したりする力は、障害があるからといってその状態が、固定的なのではなく、教育的な関わりによって改善が期待できるもので、ある。できないことはさせない、できないことは代行する、というような介護的な関わりは、発達の状態に応じて必要なことであるが、さらなる成長を期待する関わりとしては適切ではない、場合がある。 特別支援教育においては自立活動を全ての教育活動における重要な指導内容として位置づけ、強化、領域の指導と関連づけながら指導することで自立を目指した主体的な活動を推進し、幼児児童生徒の現在の生活や将来の生活をより良いものへ高めるための指導、支援を行っている。 何らかのサポートを受けながらだとしても、障害児者が自分で行うことができるという事実が、障害児者自身の意欲につながり、周囲の信頼を生むことにもつながる。それによって、障害児者の人格が尊重され、権利が守られながら、より自立した豊かな生活を送ることにつながるのである。また、その結果として自立した自由な社会生活を送ることが保障されていくのである。 自立活動の目標は、とされている。ここでいう、自立とは、幼児児童生徒が、それぞれの障害の状態や、発達段階に応じて、主体的に自己の力を可能な限り発揮し、よりよく生きていこうとする姿を指している。また、調和的発達の基盤を培うとは、幼児児童生徒の個々の発達の遅れや、個人内に生じている、発達の不均衡を改善したり、 発達の進んでいる側面をさらに伸ばすことによって、遅れている側面の発達を促すように、したり等によって、全人的な発達を促進することを狙いとしている。以下の6区分27項目が示されている。健康の保持生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。病気の状態の理解と生活管理に関すること。身体各部の状態の理解と用語に関すること。 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。1、健康状態の維持、改善に関すること。心理的な安定情緒の安定に関すること。状況の理解と変化への対応に関すること。障害による学習上または生活上の困難を改善、克服する意欲に関すること。人間関係の形成他者との関わりの基礎に関すること。 他者の意図や感情の理解に関すること。自己の理解と行動の調整に関すること。集団への参加の基礎に関すること。環境の把握保有する感覚の活用に関すること。感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。二、感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。感覚を 総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること。3. 認知や行動の手がかりとなる概念の形成に関すること。体の動き姿勢と運動、動作の基本的技能に関すること。姿勢保持と運動、動作の補助的手段の活用に関すること。日常生活に必要な基本動作に関すること。体の移動能力に関すること。 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。コミュニケーションコミュニケーションの基礎的能力に関すること。言語の需要と表出に関すること。言語の形成と活用に関すること。コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。状況に応じたコミュニケーションに関すること。1971年4月から始行の盲学校、老学校及び、 養護学校小学部、中学部学習指導要領から第5章、養護、訓練として初めて位置づけた。その後の改定で2000年4月から盲学校、老学校及び養護学校用地部教育要領で自立活動と名称を改めた。以降、2002年4月施行の盲学校、老学校及び養護学校小学部、中学部学習指導要領を および2003年4月施行の盲学校、老学校及び養護学校高等部学習指導要領で自立活動と名称を改め内容が修正された。また2009年4月一部施行の特別支援学校小学部、中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領では従来の内容が部分的に再編されると同時に新たに 3. 人間関係の形成を加えた。2017年4月、新学習指導要領工事、健康の保持障害の特性の理解と生活環境の調整に関することを新設。ありがとうございます。